宮崎市から感謝状が送られたのは、全国で野良猫の不妊去勢手術事業を実施している動物基金です。今日は市役所で贈呈式があり、相模国久理事長に。長山秀成副市長から感謝状が手渡されました。これはですね、行政及び地元のボランティアさん。そして、あの全国からご寄付をいただいた皆様。 この人たちと動物基金が一緒になってやらなければ、えー、成り立たなかった事業ですので、日本で一番うまくいった例が宮崎市じゃないかと思っております。県内では2021年度、298匹の野良猫が殺処分され、こうした中、飼い主のいない猫を増やさないために実施されているのが、TNR 活動。 これは野良猫を捕獲し不妊去勢手術をして元の場所に返すという取り組みです動物基金では全国およそ440の自治体で TNR 活動を支援していて宮崎市では昨年度までの3年間でおよそ2500頭の野良猫の不妊去勢手術を無料で行ってきました 一生懸命生きている他の生き物と共生していくっていうことを心に持っておいてそういう思いをしていただければと思います。宮崎市ではこうした民間の取り組み以外でも野良猫などの手術を行っていてこれまで年間600件ほどだった手術件数を今年度から1000件まで拡大し殺処分ゼロを目指したいとしています。